注目。仲間がみんな揃ったところで、改めて乾杯したいと思う。新たな冒険の始まりを祝して乾杯。うんめー。しかしルフィさんはお強い。戦っているお姿を見ていると私胸が躍ります。骸骨だから胸ないんですけど。やっぱ面白えなお前。ああそういえばルフィさんも悪魔の実を。あゴムで伸びるってだけじゃ戦闘向きに聞こえねえが。海賊になるために鍛えたからな。ところでサンジどこ行った。肉が足りねえのに。俺ももっと強くなりてえぞ。ルフィどうやって鍛えたんだ。きっと私たちにはできない鍛え方よ人として。あお、そらつまり変態ってことか。ルフィ変態なのか。だがイーストブルーにいた頃より格段に強くなってんじゃねえか。そうよね。変な技も増えたし。お前らだって強くなったじゃねえか。それよりサンジどこだ。まあナミが強くなったのは俺が作った武器によるところが大きいわけだが。しっしっし、ナミはバギーの下っ端にも勝てなかったもんな。うっさいわね。昔の話じゃない。そんなか弱いナミさんも素敵だ。あ、サンジ肉おかわり。時は大海賊時代。伝説の海賊王ゴールドロジャーが残したワンピースをめぐり、多くの海賊たちが己の誇りをかけて戦っていた。その戦いに身を投じた一人の少年がいた。少年の名はモンキー・D・ルフィ。悪魔の実を食べゴムゴムの実の能力を得たルフィは海賊王になるという大望を胸に故郷の村を旅立った。最初に訪れた町で剣王海賊狩りのゾロを仲間に加えると、二人は海図もないままグランドラインを目指して航海を続け、しかしその途上でルフィは鳥にさらわれゾロとはぐれてしまう。やがて見知らぬ港町にたどり着いたルフィは海賊道家のバギー一味に追われる海賊専門の泥棒ナミと出会ったのだ。バギー。バギー船長、港の空に何か見えます。大砲で撃ち落とせ。へい。泥棒女海賊を返せ。うわー。何。あー助かった。お、親分助けに来てくれたのね。あとは任せたわな。海賊返しやがれ。なるほど、子軍をかばったってわけだ。おかげで追い回す手間が省けた。何言ってんだお前ら。強いのねあんた。あいつらに素手で勝っちゃうなんて。あ、
誰だお前。私は海賊専門の泥棒、ナミっていうの。私と組まない？私と組めば儲かるわよ。やだ、俺は別にお前と組みたくねえ。それよりゾロのやつを探さねえと。ちょっと待ってよ。First freaking mission failure is before you take off. It's before it even starts off. The first mission you do is a two-year mission. Jeez. And before you take off to Fushiman Island. No, the first mission is when you when you're already 2 years in the future. It's just, I guess, to... 改造返した上に親分を売って一味に入りてえた面白い女だ。まったく海賊ってのは単純でやりやすいわ。
予想外に簡単にお宝をいただけそう。さてナミ、おめえの元親分をバギー玉で消し飛ばし、俺様への忠誠を誓うのだ。あいつを殺す？私は結構です。それより、そうだ、歓迎パーティーの続きをしましょう。やれ。手が震えてるぞ。中途半端な覚悟で海賊を相手にしようとするからそうなるんだ。覚悟って何よ。人を簡単に殺してみせることがそうなの？それが海賊の覚悟？違う、自分の命を懸ける覚悟だ。ナミ、てめえどういうつもりだ。なんだお前、今さら俺を助けてくれたのか。バカ言わないで、勢いでやっちゃったのよ。たとえ真似事でも、私は非道な海賊と同類にはなりたくなかったから。私の大切な人の命を奪った大嫌いな海賊と同類には。人をちょぐるのも大概にしろ、小娘。派手に殺せ。まだ火が。女一人何人がかりだ。見つけてみりゃ今度は檻の中だ。鬼かおあいつ鬼切りゾロって言わなかったか。鬼切り海賊狩りのゾロか。なんで泥棒と喋ってんだ。あいつの仲間って海賊狩りのゾロのこと。鬼どうなってんの。鬼切り鬼切りガブ。鬼切り鬼切りガブ。鬼切り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 ガブ。鬼切り鬼切りガブ。鬼切り鬼切り36ポンド砲。ゾロに間違いねえな。俺の首でも取りに来たか。いや、興味ねえな。俺はやめたんだ、海賊狩りは。俺は興味あるねえ。てめえを殺せば名が上がる。本気で来ねえと血見るぞ。なんて手応えのねえやつだ。何がおかしい。おとなしく檻の鍵を渡せ。バラバラの実、それが俺の食った悪魔の実の名だ。逃げろゾロ。じゃあ、あんたはどうすんのよ。了解。よせ、伏せろ。